診察で主治医と揉めてしまい、その後から診察の前後で体調が悪くようになってしまいました。主治医も気にしているのか、診察自体は心身にしていただいているのですが、ちょっとした言動が気になってしまい、その後ネガティブに考えて気持ちがひどく落ち込んでしまいます。関係改善に向き合いたいですが、診察がきっかけで気持ちが落ち込んでしまっては本末転倒だなと。この場合、やはり店員などを考えた方が良いのでしょうかと。これはまあ、どうなんだろうね。主治医の先生と揉めるってことはよくあるので、 転院、ね、かんないですよ定員かもしれないし普通にあの腹が立ったのかもしれないですけど、えー、なんか気になっちゃうってことですよね、うん、だからもうこの転院状況というかこの主治医との関係性が乱れた時にそこをぐっとこう踏ん張って直していけるのか、えー、やっぱ直せないぐらいもうひどくなっちゃったのかによって変わるかなと思いますねでも主治医の先生が真摯に向き合っていただ向き合ってくれてるってことであれば あのやっぱり許すってことを覚える必要もあるしでも許そうと思っても許せないっていう気持ちがあるんであればそれをまあ診察場面で扱ってみるっていうことかなと思いますね。そうすると思いがけない無意識に出会うことができると思うので、えー、自己理理解解が進むし他者理解も進むむし他者もと思うんですよねだから結局診療ってどこかですねこの怒りとか何か何を味わうために 信頼関係を築いてるっていうところもあるんですよね。だから患者さんっていうのは必ず反復。脅迫を起こすというか。まあそれがフロイトが言ったことであり、僕ら僕らはそれをなんかね。まあ信じてるし。まあ実際起きるんですよね。それがこの感情を味わうためにやってたんだということですよね。そしてこの感情をどう克服するのかっていうのが。 まあ、臨床の醍醐味だったりしますけどでもまあ難しいですからね場合によっては転院も必要だったりするしあの結局ね増田はカスだって思ったまんまね来なくなる人もたくさんいますからあ,のあれかなと思いますね、うん、だからあのなんで怒ってるかってことですよね、うん、なんで自分がわ怒ってるんだだから先生に対してなんで怒ってるんだろう悪くないのに 客観的に考えたら悪くないのでなんで自分は怒ってるんだろうっていうこの事実をですねやっぱりこう理解していくあの解明していくってことが大事かなと思いますね。でおそらくそれは他の人間関係でも起きてることですからね。うん、と思います。うん